お腹を引き締めたい人は一緒に3分頑張っていきましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、レジスタンスバンドを使った下腹腹筋を各1分3種目一緒に頑張っていきましょう。今回初心者向けですので、いろんな方ができると思います。3分間腹筋をやり続けることによってお腹が引き締まります。レジスタンスバンドがない方はですね、なしでも OK です。ですがレジスタンスバンドを使うことによって今行っているエクササイズの強度を上げることができます。もちろん慣れるにつれて強いゴムを利用するだけなので、ぜひね、購入をおすすめします。今回は一番柔らかいゴムを使用してください。3分間頑張っていきますから、強度の強いゴムを使ってしまうと必ず疲れてしまいます。疲れたい方はですね、一番硬い分使ってもいいんですけれども、できた方はかなりすごい。今回は一番柔らかいやつでいきましょう。足首に通します。足を動かしていきます。手を前に伸ばしてですね、お腹を引っ込めて、できれば腰が床についた状態で行っていきます。ゴムをしっかり引っ張ることによってお腹が疲れてきます。しっかりゴム引っ張ります。長い長い、1分長い。ああ1分長い。今度引っ張ります。しっかり足を抱えることによって下腹に効きます。長い、一分長い。痛い、お腹が痛い。時間がわからない。ここが見えない。今何分、あと何秒だ。よし。くるくる。今度は足を抱えていきます。ゴムを引っ張ったままです。長い、3分長い。お腹が痛い。足伸ばしたらお腹が裂けそう。時間が足らない。足伸ばしたらお腹が痛い。みんな今お腹が疲れたっていう同じ気持ちだと思います。がはあはあはあ、お腹が痛い。
お疲れ様でした。長い長い3分長い、ちょっと長すぎた。頑張りきった方、よかったらコメントよろしくお願いいたします。平気でしたよとか、きつかったですよとか、途中で諦めましたよとか、コメントお待ちしてますんでよろしくお願いいたします。ということで、お腹をしっかり長い時間動かすっていうことはですね、腹直筋だけではなく腹横筋や体幹部にしっかり効きますから、姿勢が良くなったり、お腹を抑える力が身についたり、メリットだらけでございます。今回3分間頑張っていきましたけど、間が5秒しかなかったんで、お腹が全く休まりませんよね。もうとにかく次のエクササイズの説明する時間もなかったです。たったの5秒でしたから。これがね、しっかりお腹に効くんですよ、長い時間使ってるってことが。今回レジスタンスバンドがなかった方はですね、まあ負荷的にはちょうど良かったかもしれません。ですがこのバンド使うことによって劇的に腹筋が疲れやすくなりますから、持ってない方はですね、ぜひ用意しておいてください。こんなたったゴムのバンドなんですけども、こいつがめちゃめちゃ強敵です。強度を上げるためにはゴムを強い分に変えればどんどんできますから、今行っているエクササイズ、スクワットや足痩せのメニューなどにこれを使うことで痩せるスピードが上がります。筋肉つくスピードも上がります。エクササイズも上手になります。ですのでぜひご用意しておいてください。今回3分間腹筋でした。よく頑張りました。お疲れ様でした。これからも少ない時間で効くエクササイズを紹介していきますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。Thank you.